はい、お待たせしました。では準備できたんで始めます。覇権格闘ゲームヤタガラス大会始めていきます。よろしくお願いします。はい、今日は、はい、記念すべき1回目の大会ですが、今日は13名集まっていただきました。ありがとうございます。しかもあと今日開発の方がいらっしゃってくださって、なんか缶バッジをいただきました。大変ありがとうございます。なんか稼働に向けてなんか意気込みかなんかあったら。いや頑張って作りましたので、皆さんぜひ遊んでください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあまず0回戦が 1,2,3,4 5個あるんで、そこからやっていきます。パンピーナさんと素人さん、あなたですよ。さあ、僕はちょっとこのゲームどこまで同人出身の人かがちょっと把握できてないんですけど、とりあえずこの2人は稼働してから始めたんですよね。さあ、ワンピーがパンピーナさんの小太郎、ツーピーが、素人こと侍勢伏せマスターの、チャダ。さあ、パンピーナさん、多分パンピーナさんも、稼働してから始めた方なんですが、もうすでにかなりこの小太郎を使いこなしてる感が出てますね。はい、駒投げ通って、さあこの区内に魅了がつくとノックバックが短くなってめちゃめちゃ入ると、さっきからのじ合いでめちゃめちゃ猛威を振るっていたんですが、ガークラーから一気に消費までつなげて、さあ駒投げ、すでに相手は上空にいた、目の前に落ちてた時にメガです。ボディープレスから最後は突進してきて、まずは小太郎、パンピーナさんが1本。いまだに僕はまだちょっと技名をよく把握してないんで、今のサワラビ。さあ続く第2ラウンド、ボディープレス入って相打ち、さあ叩き落として、さあちょっと重ね見せてしまったか、2Cが入って魅了がつく。さあこれが減る、さあちょっと早かった、75式から投げ通して、最後はちょいこれも残るじゃん。さあ削って勝ったのはパンピーナさん。したら続いて BBS さんとナゴさん、ラウンド設定が、ラウンド設定3本になってる、ごめんなさい。モナムール。ゲームオーバはいはい、失礼しました。 CPU 戦運の方を2本にしてました。では改めて、BBS さん、名護さん、はい、試合お願いします。ヤタガラス勢ってあんま詳しくないんですけど、このお二方の名前はなんか見たことあります。
はい、我々はちょっとまだヤタガラス1年生なんで、ぜひ教えていただきたいですね。まだチンゲも生えてないんで、ボーボーの皆さんにはぜひ教えていただきたいです。さあ、 1P が BBS さんのチャダー、2P 名古太郎さんのアズール、新キャラ投げ通して、さあ目の前来たところに下段が入って、さあまた距離を離して烈風拳を巻いていく、疾風、疾風が当たる。さあ気づけば画面端まで追いやって、ブロッキング取ったが投げはちょっと当たらず、さあ消費で固めてチップ、さあ投げ落として再び裏からの着地下段が入って、名古太郎さんがまず1本、AC ターゲット入って、さあレップが入る、さらに右が入って、さあ中足で少しずつ小銭を稼いでいく、そこでスクリュー入って、さあ裏からいろいろあって名護さんの勝利。では続いて私とアキナさん、あ、すいません、ヤタガラスガチ勢の方どなたかマイクを、ガチ勢の方どなたかマイクを、あ、YSK さんの黒帯、アキラさんの子、いわゆる主人公とコンパチキャラの対決ですね。黒の方が攻めに寄ったキャラ、子の方が守りに寄ったキャラ。俺の声が聞こえますか？それでは行ってみましょう。そういうキャラ構成になってます。まあ間違どちらも使いやすいキャラなんで初心者にもおすすめですね。お互い開幕離れて取り打ち、飛び道具を打って突っ込むんで、爆捨てから投げしけ誘って小足で潰すと、福太君競り勝ってから固めて投げ、ここで黒側がラッシュをかける、竜巻、これは確定です。コンボはミスるが投げが決まって、奥攻めめくってから小足ペチッと打って、そこで止まってしまう。ちょっと確認をミスる、投げてからリープ、あれはつながる当たり方だったがちょっとミスってしまう。めくってから固め、タッチから打ち切る、赤を1回取ったがその後が続かない。様子見しつつどこかでハイジャンプで突っ込む隙を狙っていたが殴られる、ワンチャン通して勝ったのがアキナさん。ちなみに実況選択前に出てくるアンリミテッドうんぬんという選択なんですが、アンリミテッドだと、煽りが全部解禁されます。ノーマル状態だと、ポジティブ勝ち煽りが当たり障りのない2種類しか言わなくなります。ピースクルは試合中の煽りが減ります。投げから打ち切ってしまう、確定はない。確定ちゃんと5段ブロイは確定なんですけど、おっとガーフはブロられる、冷静ですね。お互い1ゲージめくって小足で固めて打ち切ってしまう、赤ブロをミスる。というわけで勝ったのが秋名鈴木さん。これがジハード。では続いてアムネジアさんとキュー太郎さん。アムネジアさんは初心者なんで優しくしてあげてください。あ、ボコってもいいですよ、全然ボコっていただいて大丈夫です。はい、アムネジアさんは、ウニを生えらすためにヤタガラスを始めてそうです。俺の声が聞こえますか？それでは行ってみましょう。さあ、
1P の協賛は、エイジャーですね。対する九太郎さんはこれは黒数珠丸、僕は白と黒の区別がよく分かりませんが、投げ通してブロッキングしてワンパン入る。さあお互いサポートはカキュンさんと久保さん。さあ京さんの方も、まあ、ウニも結構やってる方で、まあ、格ゲー力はある方なので、このゲーム格ゲー力を求められるゲームなので、すんなり入れるんじゃないかと。投げとしてまずはアムネジアさんが1本、あ、失礼しました九太郎さんでした。はいはいはい、シンク入って投げを通す、ブロってる、あとは一発削りで死んでしまうな。飛んできたところをしっかり落として、九太郎さんの勝ち。では、ゼロ回戦最後、旦那さんと初心者さん、さあ 1P が、初心者さんのこれはジュズマルで、 2P が旦那さんアズール。さあ僕はちょっとね、稼働してすぐアズールを使おうと思ったんですけど難しくてやめました。ちょっと上手い人のアズールのプレーをちょっと見てみたいですね。さあ第1ラウンド、さあ初盤は疾風を巻いてリープ。さあ飛びを通して投げ、さあ、ね、リープからさあしっかり相手の体育を落としてリープ。さあ EX はガードされて一発きついの入ってから投げ、さあこれでまた位置が入れ替わる。さあ確認からしっかり入れて、初心者さん、シップレップ投げリープガード、上逆、ここは投げは外してしっかり落とす。ここは相打ち、さあ相手の飛び用具はしっかりがブロっていったが、裏からはさすがに逃げなかった。最後は相打ち OK で旦那さんが取り返していく。さあお互いそんなにゲージも使ってないんで状況はほぼ五分。さあ駒投げ入る、無意客再び駒投げ入れて、さあ残り3割といったところ、さあリープガード下が、最後は投げ落として旦那さんの勝ち。じゃあこっから1回戦ですね、パンピーナさんとナゴさん。演算展開が追いつかない。ゲームオーバー。さああっ、
試合の方はナゴさんがまず1本取ってる状態。でもさっきチラッと見たらナゴさんまだ勝率 100% でしたね。誰が最初に崩すのか。ブロッテ無意脚。さあこの小太郎の突進もしっかりブローらないと、特に音がめがないと、なかなか強い技。さあ駒投げ通して少ない置き攻めしていく。上脚ブロってる。さあこれは見えないがガードしてる。投げだった。さあこれはゲージを吐けば死ぬでしょう。さあこれで1対1。さあ最終ラウンド状況もそんな変わらない。さあ暴れを潰してミシーで落とす。投げてるのはナゴさんのアズール。さらに補正が切れてかなりいいダメージ。さあブロってミシーからこれは魅了がついて、さあめちゃめちゃ減るやつ。さあここは投げている。さあガードして、さあお互い体力ほぼゴムだがブロってな外して、あーかなり熱い試合だった。ナゴさんの勝利。あいいっすよ。いやー惜しかったな。でも垂れ流される感情。では続いてイグアナさんとアキナさん。イグアナさん、あ、さあ 1P がイグアナさんの黒術、 2P がアキナさんのコウ。さあ飛びが通って勝利まで締める。投げ中段立ってる、てかブロってる。ブロってたたび立ち回りに戻る。さあ NC で少しずつダメージを与えて、さあやり返していく。判定が冷蔵庫外して、最後はめくり。まずはアキナさんの甲が1本。あい打ち。さあブロって投げ、またもやブロってる。さあここはゲージ入ったが、さあ小足からしっかり勝利までつなげて投げ、最後は 2D でアキナさんの勝ち。じゃあ続いて九太郎さんとイップさん。
さあ、ワンピーがイップさんのヒナ対する 2P 九太郎さんのクロシューズ。さあ今日初のヒナですね。さあ開幕からすでにかなりいいダメージ、読み合いがしっかり。さあ何もさせない、自分の得意な距離でしっかりとダメージを与えていく。このラウンド超気持ちよかったっしょ。さあ、あれガードポイントついてんだ。さあ中段からしっかり決めて、さあじゃあ中段しっかりブロってワンコン入れる、リープ投げ、どれが来るかな、スライディングで詰めて、さあここが起き上がりにしっかり暴れる。最後は上り中段でイップさんの勝利。続いて リプトンさん旦那さん、砂は鉱木だ。今日はそうですね、まあ割クロジュズマルが一番多いのかなと。さあしっかりブロって、さあファーストアタック、これさあ疾風巻いて飛ばせて落とす、ブロってしっかり入れる、ブロやり返して投げ、さらに画面端、画面端のアズールなかなか強いんですよね。最後は VA 客。さあ1本目取ったのは旦那さんのアズール。さあ巻いてしっかりブロって無影脚疾風。さあ駒投げちょっと届かない、おっと変な当たり方したか、勝ってるのはアズール。さあジュズマルチどうやって近づくかが課題なんでしょうか。拾ってしっかり、はいはいはいと中段駒投げ、再び通らない、投げを外す、名脚。さあ空中戦になってリプトンさんが1本取り返していく。シップ巻いて、さあこのゲームなかなか削りもなかなかバカにできないダメージですからね。レップが当たる、確認からしっかり入れる、瞬間移動から、さあ相手が飛んできたとこしっかりボディで落として投げ、体力は若干リプトンさんがリード。ここはレップが出る前に防衛で当てて、もう一丁、はい、
はい、勝ったのはリプトンさん。では続いて名護さん、アキナさん、さあ、未だ傷一つついてないネシカカード、ナゴさんのアズールとアキナさんのコウ。拾って EX、 さあセットプレーが続く、何もできない。最後は投げ、さあ1本目は名護さん、A、C、 さあここガード間に合う、さあ中段から投げは抜ける、裏からコマ投げ入らない。さあここでゲージを吐いて投げ、さあまだ残るか、投げ外す、さあ飛びが通って、これで1対1、逆、さあ気づけばすでに画面端裏ガークラー、さあブロっている、表、さあと削り一発だが、あー勝利すかったか。最後はなんかいろいろあってリープで締めて名護さんの勝ち。したら続いてイップさんとリプトンさんで試合お願いします。さあイップさんのヒナとリプトンさんの黒術、さあイップさんの得意な距離でじわじわとダメージを与えていく、最後は EX 中段でまずはイップさん、さあ今度は下段ブロって、さあこれで一気にダメージを取り返していく、あれなんだっけ名前、遊戯山、烈戯山、さあこのゲームにしては長いコンボが入ってリップさんの勝ち。したらどうしようかな、酸欠をやりましょう。アキナさんとリプトンさんで酸欠をお願いします。
さあ3位決定戦、開幕は西、さあ椿投げはジャンプしてる、投げを通して手段立ってる、投げも外して、さあ遠視遠視遠視確認から真空波動決めて、アキナさんまず1本、足払いから小足投げ、さあちょっと距離が遠かった、再び投げが通る、外して西、さあサムライスピリッツから、さあ相手がジャンプしてた、ブロって投げてるならリプトンさん側、投げ、さあこれはさあ DX 入っていたがリプ、アキナさんが3位のリプトンさんが4位でした。ではではでは決勝戦、ナゴさんイップさんでお願いします。まあ、おそらくガチ勢同士の戦いでしょう。これって片方がノーアシストだったら両方とも出ないんですか。あ、そうなんですね。試合の方は流れるようにナゴさんがダメージを与えていく。さあイップさんもここでダメージ取っていきたい、投げ、今度は下段、これあーとミスったか、最後は失敗。さあ、ナゴさんが優勝にリーチをかける、無影脚投げ、ブロって、さあ、全てブロっている、中段から目押しもしっかり投げ外して、西、置き攻めどうなる、ブロって届かない、これはバックステル拒否、ブロっている、さあ体力ほぼ5分、バックステに引っかかってイップさんが取り返していく、さあ最終ラウンド、ゲージ状況的には名護さんが有利か、中段から中段立って、危ない、投げ外してる、中段ほらコパンで落とす、さあレップ超えつつダメージ与えていく、これは初のネシカカードに傷がつくのではないでしょうか。ということで優勝はイップさんでした。おめでとうございます。いや、イップさん、なんか面白いこと言ってください。え、面白いこと、いやちょっと稼働記念大会なんで、あの簡単に優勝しないようにサブキャラ出たんですけど、なんか優勝しちゃってごめんなさい。はい、ありがとうございました。はい、そうですね、うちはちょっとこのままヤタガラスちょっと定期的に大会やっていこうかなと思ってます。そうですね、同人の方も
もちろん歓迎ですし、新規の方もね、なるべくちょっと入っていただきたいなと思っていますので、どなたでもご参加お待ちしております。イップさん、イップさん、シザさんから缶バッジをいただいたんですけど、これお持ちですか？いや、持ってないです。持ってないですか？これ全部あげていいですか？じゃあ、バッジをプレゼントします。